よう、ヒューガ、小学生の時以来の対戦だな。あの時は引き分けだったが、今日は俺たちが勝たせてもらうぜ。ふん、あの試合は勝とうと思えば簡単に勝てたんだ。だが南葛を予選で落とすためにお前たちとはわざと引き分けただけさ。何？俺たちの間にはそのくらいの実力差があったし、今の差はもっと開いている。お前たちに勝ち目はないぜ。立花兄弟、お前たちの空中サッカーは俺のサッカーに通じるものがある。だからこそ得点は許さない。お前たちが兄弟で攻めてこようと、ゴールは一つだ。くそ、俺たちのことを舐めやがって。でも今のではっきりした。あいつらは正雄と和夫以外の俺たちをほとんど意識していない。だからこそ花輪中の新しいサッカーが威力を発揮するのさ。正雄、和夫、俺たちは二人のために動き回る。だから二人もその俺たちを生かしてくれ。ああ、頼むぜみんな。おう。フィールドに立てば実力が全て。それが俺の考えだ。だから全力で蹴散らしに行くぜ。そのつもりでかかってこい。俺と互角でいるつもりか。大した自信じゃねえか。いいぜ、来い。その挑戦受けてやる。力の差ってものを身をもって教えてやるぜ。ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。花輪対東邦、舞台はここ埼玉ワールドスタジアム。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、花輪。中盤を厚くした布陣できました。ご存知、立花兄弟のアクロバットサッカーが何といっても見ものでしょう。双子ならではの抜群の連携プレーはどんなチームにとっても脅威です。そしてアウェーサイド、東邦。4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の若島津君を中心とした堅固な守備から、テクニシャンの澤田君がボールを運び、エースストライカーの日向君がゴールを仕留めます。いよいよ試合開始です。さあ、激闘の幕が開いた。ヒューガ君、ここで止めた。フェイントだ。ドリブルでボールを運ぶ。ヒューガ君、これがタイガーショットだ。吉村君、ゴール
正面でこのシュートを迎え撃つ。守備陣の隙間を狙う。スライディングで止めた。パスを出します。ダイレクトでパス、ワンタッチで送る。ダイレクトでパス、センターラインを越えて攻め込む。飛行士の華麗なものだ。体を反転させかわした。必殺技先制放った。このボールに飛びつく。ダイビングキャッチで抑えた。ハントキックで大きく蹴り出した。このパスは止まらない。飛行士の華麗な技だ。体を反転させかわした。必殺のシュートでゴールを狙う。横からで鋭く反応。若島津くん、これはキャッチできない。高島くん、パスを出します。体ごとぶつかっていった。体を反転させかわした。さあゴール前で豪快にシュート。ボールはまだ生きている。古田くん、ボールを持った。カプオくん、激しいタックル。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。マカオくん、ボールを蹴り出した。懸命にかき出した。ここは抜かせません。ここから一気に攻め込みたいところ。シュートだ。ここは抜かせません。鋭いスライディング。高島くん、パスを回す。小池くん、ここは勝負を避けた。ワンタッチで送る。おっと、攻守交代だ。ダイレクトでパス。飛行士の華麗な技だ。反転させかわした。今井くん、ボールを奪うことができません。渾身のパスを味方に送る。若島くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。チャンスが決まった。あっと、この位置でバスケット。相本くん、ここで止めた。センターラインを越えて攻め込む。体を反転させかわした。シュートだ。弾いた。パスを出します。沢田くん、スルーパスを狙う。小池くん、右へパスを送る。体ごとぶつかっていった。飛行士の華麗な技だ。小池くん、激しいタックル。東方、ここでキャプテンにボールを託して、勝利の一撃を狙うか。絶妙なインターセプト。カプオくん、これでかわした。パスを出します。カプオくん、タックルを決めた。鋭いスライディング、かわして振り切った。相本くん、ここはバットを出した。体を反転させかわした。小池くん、激しいタックル。相本くん、小野くん、ダイレクトでパス。よっしゃ、敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。どうだ、体を反転させかわった。飛行士の華麗な技だ。渾身のシュート。ドライブシュートだ。これはこのドライブシュートだ。高島くん、これをブロックに行く。体を反転させかわした。連続突破で見せます。必殺のシュートでゴールを狙う。若島くん、横に飛んだ。弾いた。カプオくん、パスを出します。カプオくん、ゴール前に上げた。カプオくん、シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。ここは抜かせません。小池くん、ボールを奪うことができない。ドライブシュートだ。これは俺も防いるぞ。なんとか防いだ。今井くん、ここは前半は両チームともに譲らず、ここからどのようなドラマが待つ。さあ後半開始。それパスを回す。チャンスが決まった。はなわたらチーム全員でのレコードを、さらに磨きをかける。必殺のシュートを放った。高島くん、このボールに立ちはだかる。ブロックを突き破りゴールへ。これは見事にキャッチ。おっと、おっと、交代だ。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。ここからシュートに持っていく。このシュートに反応している。こぼれ球をものにした。
ブラコーチの華麗なものだ。体を反転させかわした。渾身のダイブシュートだ。アクションでボールを受け止める。かろうじてこのボールを弾く。素早くつなぎます。体を反転させかわした。あとドリブルを見送る。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。ここから一気に攻め込みたいところ。川本激しいタックル。スイッシュだ。いっけー。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックされたボールは遠くへ。激しいタックル。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。マサオ君、ここは抜かせません。体を反転させかわした。ボールを狙う。外してしまった。ゴールキックです。ヒューガさん、ロングパスだ。ヒューガ君、ロングパスを受けます。やったぞ。奪い返した。後半15分が経過しました。しまった。ここからラストスパートをかけてくるか。飛行士の華麗な技だ。力をためて強大シュートだ。よくこれで鋭く反応。あーっと、必死にゴールを守った。チャージが決まった。体を反転させかわした。さあゴール前です。ワンタッチのシュートでゴールを狙う。若島君、必死のセービング。見事な。よし、次だ。長いパスが通った。体を反転させかわした。小池君、ボールを狙うも届かない。必殺のシュートを放った。若島君、これを止められるか。ボールはまだ生きている。大きくクリア。ああ君、ここは抜かせません。コーチの華麗な技だ。センターラインを越えて攻め込む。体を反転させかわした。渾身のシュート。ここで必殺のドライブシュートだ。あとブロックを粉砕。パントキック、どこまで運べるか。ここでパスカット。ドリブルでボールを運ぶ。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。豪快に決めた。川瀬君、これをブロックに行く。身を挺してシュートを防いだ。高島君、このスライディングが決まった。そんな、体ごとぶつかっていった。チーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。ここは抜かせません。沢田君、ボールを狙うも届かない。チャージが決まった。和夫君、スペースのパスを出した。体を反転させかわした。川辺君、ここで止めた。ボールダッシュ成功。川辺君、飛び越えた。飛行士の華麗な技だ。いよいよ後半のアディショナルタイム。両チーム最後の1人を持って走ります。弾いた。おっと、これはコースが悪かった。東方、ゴールキックで仕切り直します。タキシ、長いパスが通った。花はまだそこの体勢が整っていません。チャージが決まった。ここからチャンスを作れるか。飛行士の華麗な技だ。今井君、スライディングでカット。花は勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。
ったぞ。全国王者に勝った。東方学園に勝ったんだ。こんなバカな。どうだヒューガ、俺たちの勝ちだぜ。理由はどうであれ、これでお前との対決は俺たちの一勝一分けだな。悔しいが、今日は花輪中のサッカーの勝ちだ。おめでとう。二人のコンビネーションも予想以上だったが、お前たち兄弟を生かそうとする周りの選手のプレーに俺の指示がついていけなかったよ。実は俺たちもみんなのプレーについていくのは大変だったんだ。そのくらいみんなが頑張ってくれたからお前たちに勝てたのさ。このままじゃ終われねえ。立花兄弟、高校サッカーでまた勝負だ。望むところさ。その時もまた俺たちが勝つからな。お前は？よう。よう。おい。1、2、3、4、5、6、7、8。よし、今晩のストレッチ終了っと。よう、こんな時間にどうした？緊張してるのか？お前でもそんなことあるんだな。いよいよ最後の試合だからな。やれることはしっかりやっておかないと。あとはしっかり寝て、明日の朝マッサージを受けて、本番を全力で戦うだけだ。お前に隠してもしょうがないな。ここまでの激戦続きで、はっきり言って俺たちも体はきつい。それでも俺たちは全力で戦う。このリーグ戦が始まる前にそう決めたんだ。中学サッカーに悔いは残したくねえし、みんなが期待してくれてるし、何よりチームのみんなとできる最後の試合だ。だから明日はあいつらと目いっぱいサッカーを楽しむ。そのために何一つ手は抜きたくないんだ。このリーグ戦が始まる前さ、あいつらは俺たちとのサッカーが楽しかったって言ってくれたんだ。もちろんそう言ってもらえるのは嬉しかったぜ。でも感謝しなきゃいけないのは俺たちの方だ。俺たち兄弟が思い通りのサッカーができたのはみんなのおかげだからな。俺たち兄弟のサッカーは決して兄弟二人だけで成り立ってるわけじゃない。俺たちがどんなにすごいコンビネーションプレーを思いついたとしても、みんなが協力してくれなければ実現しない。スカイラブハリケーンだって、お前とのスカイラブトライアングルだって、チームメイトが俺たちを信じてボールを奪って前線まで運んでパスを上げてくれるからできるプレーだろ。俺たちのアクロバティックなサッカーは確かに体に負担がかかる。プレーが苦しい時だってあるけど、チームメイトや応援してくれているみんなの期待に応えたい。その気持ちが俺たちのサッカーを支えているのさ。さてと、そろそろ宿舎に戻るか。そうだな。コンディション作りに大事なのは何よりも食事と睡眠だ。しっかり寝てしっかり食って、明日の南葛戦思い切り楽しもうぜ。